さんこんばんは。本日の試合は愛媛対横浜、この対戦の模様をお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。さあ北澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあキックオフまであと少しです。スタートです。愛媛対横浜、横浜がこの試合は 3-5-2 のシステムで立ち上がり臨んできました。この場合2トップは1人がスピードのある選手、もう1人はポストプレーヤーで組ませるパターンが主流ですよね、はい、またサイドはウィングバック的な役割を果たすので、全体的に過酷な運動量を必要とするシステムですよね、うん、キーとなるのがボランチですよね。中盤の底からグイグイ押し上げていくのがポイントになりますよね。中央へ、これは合わせたかったですよね。青江戦での5試合を振り返りますと、いずれもまだ負けがなく敵地で非常に優秀な成績です。バリアレンダ打った、枠を捉える、1本目のシュートは愛媛、富樫、今日の試合もディフェンスは好調なんでしょうか。いずれも過去5試合の累計失点数が2点以内と抑えています。シュート、これはわずかに右でした。ゴールまでちょっと距離がありましたけども、思い切りのいいシュートだったと思いますよね。いやー、今のカウンターといい、この攻守非常に見応えがありますよね。いやー、シュートミスは救いですよね。あの局面に持っていかれない守備をもう一度心がけたいですよね。木田、しばらく戦列を離れていましたが、今日はスターティングイレブンとしてピッチに立っています。前半まだ両チームともスコアレスな展開です。武藤、裏へ届くか、シュート、ダイレクトで合わせてきました。うまくミートして威力のあるシュートだったんですけどもね、惜しかったですね。横浜、今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。全体的にコミュニケーションが取れていないので、ああいう崩され方をするんでしょうね。それにしても今のシュートミスは助かりましたね。アーチのようなパス来た、自分で行く、どうだ、シュート、林のセーブ、長いボールを送ります。どう、この距離から狙う愛媛、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。奪ってから鋭い攻撃ですよね、うん、ゴールを目指すっていうね、はい、そういった意思が感じられますよね。そうですね、愛媛今のカウンターは危なかったですよね。こんなチームが相手の時は、攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。サイドのスペースへ走らせる、いい展開ですね。右サイドを上がっていきます。ここは競り勝ちます。小島、これはファールです。川原、斉藤へ、ファーストハーフはまだスコアレスの展開が続いています。
天野。大きく前線へ。斉藤、武藤、サイドのスペースを使います。いいボールだ。抜けてくる、シュート、決まった。先制。さあまずは先制。刹那の隙も見逃さない。ディフェンダー間のコースをついた正確無比なそのシュートコントロール。いやーキーパーからしてみれば非常に嫌なシュートですよね。ああいったところを打ち抜ける正確さっていうのは大きな武器ですよね。得点直後の気の、ここで前半の45分が終了しました。45分間戦って1対0、愛媛1点先制して折り返したという前半です。いい前半でしたよね。中盤でシンプルにボールを回しながらチャンスを作ってましたね。愛媛1対0でリード。後半に向かいます。後半です。愛媛1-0リードです。横浜、先日行われた試合の采配ですが、北澤さん、正直どうご覧になりました？まああれは明らかに普段やらないような守り方で対応してしまったからでしょうね。結局うまくいかなかったですからね。もう一つ前に行きたい。武藤、川原、斉藤へ。カット、大きく縦へ。中村、武藤、この選手に対しては北澤さん、先ほどから結構厳しいマークがついていますね。そうですね、得点を挙げてますからね。まあシュートも結構打ってるので目立ってますから、必然的にチェックされますよね。小島、横浜としては先ほどから守備をする際は中央に人数が集まってますよね。確かにそうですね。北澤さん、この意図は何でしょうか？相手の追加点。さあさらに点差が開いています。クロスに頭で応えました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。もう2点目です。ここで選手を変えます。着実に得点を重ねていきます。2対0。愛媛としては2-0リードは大きいですよね。まずゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、しっかり今日は自分たちのサッカーができてるってことなんじゃないかなと思いますね。縦にボールを送ります。羽生、最終ラインまでボールを下げる。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか？愛媛としては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいでしょうね。ワッディア・レビナ、サイドを使う。いいボール入りますよ。これはオフサイドはない。マイナス方向。フォローいいですね。ここは大きくクリア。危ないシーンでした。選手交代のようです。
このボールがつながります。端からパスがコーナーキックのチャンス。ロングフィードで狙うと呼んでいた。中澤、小林へ、伊藤、川原、本日ワンアシストです。木田、武藤がこの試合2得点、あと1点決めればハットトリックです。愛媛落ち着いて時間を使います。試合終了、2対0愛媛勝ちました。勝ち点3を獲得、リーグ2位。さて北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。愛媛としては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。そうですね、そろそろお別れの時間となります。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、どうもありがとうございました。いえ、どうもありがとうございました。愛媛、見事勝ち点3を得ています。